今日は Thanksgiving の日です。Thanksgiving っていうと感謝祭ですね。日頃のありがとうをお祝いする日です。で、Thanksgiving というと朝からもうずっと料理をするんですよ。料理をして、まあ美味しいものをディナーに食べる。Thanksgiving ディナーを食べる。で、その週末はその残り物を食べるってことで、今日も朝から料理をずっとしてます。で、昨日メイクアップチュートリアルを撮り終えて、寝たのが3時だったから、今日はもう9時半ぐらいまで、9時だな、9時まで旦那が寝かしてくれて、なんか赤ちゃん必要な、おっぱい必要な時だけ持ってきてくれて、私が授乳して、はいどうぞ赤ちゃんみたいな。で、もうそれで9時まで寝させてくれて、本当いい旦那、本当ありがとう。Thanksgiving というと、結構みんなターキーを、伝統的というか食べるお家が多いんだけど、うちは私がターキー好きじゃない、匂いがあんま好きじゃないから、うちはチキンだけ食べまして、チキンをこの間カスコで買ってきたから、しかも2つセットだったのね。1個だけしか必要じゃなかったんだけど、だからまあ2つセットだったから、もうこの際2個丸ごと焼いちゃって、でうち5人家族なんで赤ちゃんは食べないけど、5人家族だから1個すぐ食べ終わっちゃうと思うんだよね。だから、もう2個一気に今日は焼いちゃいます。でチキンとかはもう2日前ぐらいから、塩水につけてて、あと昨日パイ作ったじゃん。アップルパイとパンプキンパイ食べたんだけど、なんとその私が昨日、今朝寝てる間、私が今朝寝てる間に娘と旦那にアップルパイ全部食べられました。なのでパンプキンパイしか残ってないけど、まあ、OK。で、なんかすごい、アップルパイ好評だったから、クリスマスにまた作ろうと思う。So, I stuffed that shit with, look at that onion. Chicken. You stuffed it? And I didn't have lemon, so I put rime and rosemary and, what is that, thyme. And now I'm putting the butter. Mm-hmm. So, this butter has garlic, salt and pepper, rosemary and thyme.マカロニチーズ完成。見てこの量、子供たちが好きだからね。あと旦那も、私はまあそんな好きじゃないけど。はい、まずチキンができました。これね、私ちょっと失敗しちゃったの。高温で長い間焼いてて、ちょっと温度下げるの忘れたから、ちょっとしたらこうドライかもしれない。でも2日間塩水につけてるからジューシーなはず。ちょっとどうだろうって感じ。あとこれがエビでしょ、エビで、これがロースティード、なんかね、メープルとか、メープルシロップ結構かかってて、オリーブオイルとあとソルトとかでこうあえてあるやつなんだけど、クランベリーとあとウォルナッツ、あ、ピーカンだ、ピーカンと、あとスクワッシュと、あとこれなんだっけ、そう、なんか小さいキャベツみたいなやつ、スプラ、なんだっけ、名前わかんない、があえてるやつ、ベジタブルじゃ。で、あと、ビーンズ、これが、another chicken。another chicken。で、これが、mac and cheese。って感じ。あと、パンプキンパイ。この、パンプキンパイ。これは下がチーズケーキで、で、上が、こう、パンプキン。になってて、みたいな。多分、ディナー食べ始めるのが、5時、6時ぐらい。もう今日はもう何もしないって決めたのに、ちょっと公園にこれから子供たちを連れて行きます。遊ばせないと。ちょっと家出てね、空気になったってね、今日暖かいから。そんな感じの Thanksgiving ですよ。今ドローンを飛ばそうとしてるんだけど、時間かかってる。なんて言ったってね、このドローン買ったの何年前 ?2 years ago we bought this drone. で、2年前に買ったっていうのに、飛ばしたことが合計で多分5回ぐらいしかありません。無駄遣いだろうがボケ。この人、欲しい欲しい言ったから、そうだ、彼の誕生日の誕生日プレゼント自分で買ったんだ。そう、30歳の誕生日に自分で買って、で、買って自己満しちゃって、買って自己満しちゃっての全然遊んでないっていうね。
guys. Alright, God, thank you for everything you've given us. Thank you for keeping us healthy. Thank you for this dinner. Thank you for our beautiful family. Alright, let's have a great Thanksgiving dinner and enjoy tomorrow. Amen. Amen. I need cake and ice cream, yeah. We got this. Give it to Eddie. He can feed himself. Eddie! No, he's still 6 months old. No. What a doodle. No. おはようございます、皆さん。今日は金曜日で旦那様がお休みなので、何をするかというと、郵便局に行くんです、そう。で、自分の日本の家族にクリスマスプレゼントを送るから、それをしての、それで、韓国料理が食べたいから、韓国料理屋さんに行きたいし、あと、なんかやらなきゃいけないことあるんだよね、いっぱい。クリスマスツリーもまだ買ってないし、だから、それも今週末視野に入れなきゃいけないじゃんか。でそれにプラスあのフローズン2が出たから娘連れて行きたいし、じゃん。あとまあもう全然今からあのクリスマスショッピング始めないと間に合わなくなっちゃうから、あの靴下あるじゃない、あの靴下あるじゃない、あれに詰めるものをなんかこう日々こう買い集めないといけないから、基本あれに毎年入れてるのはそう毎年入れてるのは大体高齢化してきてるんだけど、下着パンツじゃん、パンツだよね、パンツとあと靴下とじゃん、あとなんだっけ、何入れてるかな、あとなんかちょっと甘い何チョコとかじゃん入れるじゃん、あとは何入れようかね、子供だからな、まあ、ちょっと考えなきゃいけないけど、そういうさ細かいやつのを買い足しに行かないといけないわけよ。なんかもうギリギリになるとほんとギリギリのものしか買えなくなっちゃうから、こう行ける時にねちょこちょこ買っていかないといけないからさ、それをできるだけできるうちにしたいじゃん、そうだからそうやってかなきゃなみたいな感じです。ブラックフライデー皆さんショッピングしました？私は何も買わなかったです。もうね毎年昔は買ってたけど、もう使わないほどこう何使わなきゃいい話じゃんみたいな、お金は使わなきゃいい話じゃん、まあいい整理よ本当に、それこそなんか買わなきゃいけないものがあるんであれば絶対その時に買った方がいいけど、なんか例えばテレビとかカメラとかすごいいいセールだから絶対買った方がいいけど、うちは特に必要なものあるんだけどさ正直あるんだけど、でもなんか結構なんだ気づいたら時間過ぎちゃってたみたいな感じ、気づいたらそう終わっちゃってたから、あのブラックフライデーセールもその後のやつもサイバーマンデーズも終わっちゃってて、っていうのもそうなのよ、あのねブラックフライデーが終わった週に私あれになったんだよね、ストレプトローって言って、あの喉なんか日本で私聞いたことないから、多分日本は風邪で済ましちゃってると思うんだけど、なんかもう喉にまあ要はバイキンがくっついて炎症しちゃって、もう喉とこの首のさこっちの半分が超腫れて耳も痛くってみたいな、で熱も出ててね、
熱も出ててテストしたらあとフルではなかったんだけどあのストレプトロって言われてでエンタイバイオティック出してもらってさそう死んでたわけ私4日間ぐらい死んでてやっとこの今元気になった感じだからまあビデオ回してるんだけどまあ今日はそんな感じの一日なの OK? かわいいかわいいかわいいね一人でずっと遊んでるのあっち行ったりこっち行ったりしてんだよねねーねほっぺが治らないねだっていつも止まらずおっぱい飲まないとだからねで薬つけると拭くんだよねね拭いちゃうんだよね。にー、かわいい。あスンドゥブにしたよ。CBS に来て親にさあの荷物送るじゃん親に送るじゃんでそのうちのおばあちゃんとかはまだオールドスタイルだからあの携帯持ってないからさこういう写真をね送ってあげるからその CBS でコピーしに来たんだけどクオリティがあんまり良くないからそれが嫌だなみたいな One little baby don't you cryLori doesn't know why. Don't pull her hair so hard because it's gonna hurt her noggin. Do you say noggin? Yeah. Oh, that's so cute. What was this? What was this at? Mm-hmm. This picture is so cute. クリスマスツリーを買いに来ました今年も本物のクリスマスツリーを買うよでも今年は切らないよ切るのはちょっと大変だから切れてるのを買う予定
これが私たちのクリスマスチュー。あ、かわいい。Thank you. Yeah. What is it? You're good with this? Ah, it's so cute. Okay. Looking good? こうやって巻きつけるんだよ、車に。クリスマスツリー70ドルでした。なんかね、バージニアはやっぱりニュージャージーに比べてあったかいね。サウスってだけあって、まあ、まだ寒いけど、全然寒いけど、でもジャージーに比べたら全然 OK。 フフフフ、この下のところ固定しております。で、ここにいつもフレッシュになるようにお水を入れると、これが乾かないで、その緑のまま。そうでいてくれるからね。ここにお水を入れないといけないよね、この後。 OK。Yes, you will. Okay, let me get this all out of your way. One sec. Okay, hurry. Here. Are these plastic? This one plastic? That's glass. Where we should put it? この上のは結構前に壊れちゃったから買いに行かないと。Okay, go to your bed. I'll come and give you a story.